はい、皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は7月の10日火曜日23時9分です。ぴョ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 ぴょぴょということでね、え今回は i ビデオからレンタル中の 303ZT の 検証を今から行いたいと思います。y モバイルだったらね、21時から23時からと、YouTube の、ね、動画視聴制限が入ります。で、OG の 303ZT も昨日から YouTube の動画の視聴制限に入ってしまっております。はい。で、そんなわけでね、ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと待ってよ。んあ ちょっと待ってよ、6月中だけだめなのあ、出た。うん、出た、出た。えー、っとね、そういうことでね、えー、まずはちょっとね、こちらを見てください。はい、えー、コロコロさん、ね、えー、こんばんは、うん。こちらも同様の症状があったので、アイビデオさんに LINE で問い合わせたところ、現在調査中とのことです。 今は制限解除されてるらしく快適に見れますということなのでえとどうもね制限食らっててもまあ解除されてる時間があるらしいということとあとアイビデオでもねあの原因を調査中とのことですじゃあ元気なおじいのやつも実際にそれじゃあねえと解除されてるのかどうなのかを今からちょっとね 検証したいと思います。それで今現在パソコンのね、えー、と光も切断してあります。ほらね。はい。切断中でございます。でそこで今からね、えー、はい。303ZT を接続しました。で、今認識中。はい。今認識中。はい。えー、認識しました。それゃあね、あのー、ちょっと YouTube をね、 じゃあ、再生してみたいと思います。えっと、ちょっと待ってね。再生リストを出して。さあ、いくよ。さあ、復活してるかなよいしょ。はい。ちょっとね、あの、パソコンが壊れてるんでね <laughs>。リンク開けないね、うまくね。よいしょと。 5678えっと91010窓、まあ、ぐらい開いてね1個ずつうーんちょっとねクル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 してるよで画質も悪いねうんクル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 でね全然ダメだね うん、はい、見れません。うんはい、とりあえずねあの、お話にならない状態でございます。まあ、どう見てもね、これはあの動画視聴制限を送らせて,て、YouTube を再生することができません。ね、うーん全然だめ、やっぱり、おじいのところはね、あのダメです。 よいしょはい光に戻したね、うん、あちゃんと再生されたねうダメだね全然ダメだねやっぱねうちょっとがっかりでアイビデオの方もこの件についてはあのちゃんと把握してないらしいので今あの原因を調査中ということなのでまああのー おじいも LINE で連絡してるんだけれども返事が来てないのでまあとりあえず後日ねまあ何かしら連絡が来るんではないかなと思いますまあそんなわけでねあのまあコロコロさんは今快適に見れてるらしいんだけれどもおじいは全然復旧の見通しがないですねまあこれがあの現実ということでねお知らせします。はい でそこへ今度はね、ちょっと新しい、えー、とコメント来てるね、うん。はい、えー、シャガ月さんね、うんえーと、こんばんは、うん、私も同じ症状がありましたってことでね、一応じゃあ、あの確認は取れたっていうことだね。<laughs> ねえ、ねえ、三月さん、ね、確認取れたんだね。三月さん、とりあえず同じ症状が確認取れたということだね。うん ね、501HW といえば、うん、韓国のウェブサイトではい視界放題 501HW をレンタルできます、ねはい、リンクもありがとうございますで実際使う,う1ヶ月の乾燥、ね、400GB 以上でも大丈夫です 303ZT より3700円で 使いたい放題の 501HW をおすすめしまって303も使いたい放題じゃないのかいって感じだよね、うん、まあ,あの使いたい放題はわかるけど使い放題でその動画視聴制限もないってことをちゃんと付け加えてほしいんだよねもうあのそこがねもう,あもうなんかねあのもう,うさくさい業界なのでちょっとぶっちゃけね使いたい放題と書かれてても あの動画は見れないよっていうね、米印みたいなのがね、見えない文字で書いてあるわけでしょ、結局、我々には。だからさ、そこなんだよ、問題は、そののねあ 501HW が3700円で使いたい放題のやつがあるのは分かるんだけども、使いたい放題だけど、動画もちゃんと見れるんだよっていうね、そこを保証してくれれば。 あの借りてくれるる方も結構いると思うんだよでそこをねちゃんと保証してくれないとあの3200円と3700円とね本当に違うのかどうなのかっていうねあのそこのところもやっぱりねちょっと不安な面もあるんだよね、うん、だねあのもう使い放題という名前の 303ZT を皆さん借りてそれで YouTube の動画が見れなくて あの奥署のお役にもお立ちにならないもんね。うね、ん、だからねあのそこのところみんなご立腹なんでね、うんまあ、だからそこのところをね明確にね3700円で使いたい放題動画視聴制限もね、えー、ないでしよって書いてくれれば、まあ、ちょっとなーっておじいもんは思うんだけどもね、うん、もう一個来てるよね、うん あげちさんだね、うん、私もプラネット w i フ f i とか会社作って、小次会貸し切りしようかしらんってことでね、うん、おじいもあの元気な w i フ f i でね、うん、やりたくなってきてよ、本当。<laughs> で、まああの、完全無制限してね、128kbps でね、完全無制限、ねうん、もう近い放題ってね、うん、もう自分元終了9800円。ね 快適使,使用協賛金、ね、9800円 <laughs> で端末登録手数料9800円、ね、<laughs> 初回1か月10円、ね、月額料金は10円どうよ、ね、皆さん <laughs> 初期費用に税別で9800円が、ね、三段構えだけれども月額料金10円いかがですか、ね スペーシーの1日88円より安く対抗できるよ。どうするまあほね、あの冗談抜きでねみんな月額いくらにすごい行ってるから初期費用が10万円かかろうが1億円かかろうが1日ね88円の方がいいっていうねあのそっちを選ぶんだよね、う。ん まあ、そういうもんなんだよ。もうだったら、もう片っ端からね、事務手数料十万円取っといてね。月額料金で、ね、たっぽ、五円ポッキリですよね。本当。あのー、現金カードもしけちゃうよ、よ現金カード、ね。通常だったら、あのー、一年以上ね、現金カード、ね、あの、毎月。ね、五百円入ってくんないと、うん。バッテリーの交換も一切しないようっつってね。一年以上過ぎたら、しょうがない。じゃあ、あのー、送料をそっち持ちで。 交換してやらねえこともねえけどってね、うん、こうやってもう上からでね、もうピシバシュってなってね、うん、はい、完全無制限、完全無制限ね、ね無制限だよーしってね、で、あのー、わーっと稼いでね、制限くらいじゃねえか、100ギガでしか使えないんだよってあ、そういう方はね、あの本当の無制限が出たので、そっちの方に切り替えてもらえますか、クーポン300円出すからね、ねあのー、本当の無制限は月額料金ね、49%のところね、300円引きでやるから、切れよ。 ね、できて、してねしょうがねえーなーして乗り換えてもらったらねおい、起動時間だしちょこ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 止まっちゃうしおい1日4ギガで止まっちゃうどうなってんのこれとかですよね,、ま、たねも,もっともっと快適な無制限プラン出すからじゃそっちの方に乗り換えてくれるでね自分手数料はいらないからね毎月五キッパなんだけどまた300円分のクーポン出すから入ってよーしてね。ね <laughs> <laughs> でそんなことを知る前にね、とりあえず問い合わせは仕方としておいてね、まあ、3か月、4か月経ったら、あのどっかの掲示板も静かになるみたいだしさ、ほいとあとは何とない、あまたないでね、無制限の看板的けぶら下げておけばね、もうガッポ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 入るわけで、へへへへって感じでねで、どっかから注意が来そうになったらね、とりあえずあの、そこのホームページ直せばいいんだよ。 ねえあすいません、ちょっとガタガタガタしてね、直そうと思ってね、ちょっとできなかったらすぐでやりますねってっやればね、まあなんのペナルティもないんだから、ね、もう世の中もうギリギリそこまで行ってね、もう銭を取ったもんがちなんだよもうあの多少の騙されるユーザーがいてもね、お前らそんなことうのみにしたのかい、ウえっていうね、まあこういう、これがね、 あのー、本当、曲がり通っちゃおう今、日本の世の中なので、もうやったもん勝ちだよね、本当にね、うん、だから木さんもねあの、プラネット w i f i とかね、もうどうぞどうぞ、もう自由に作ってください、本当、なんでもね、もうキーワードはもう無制限、使いたい放題、これでもうどん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 出せばいいんだよね、うん、で3ヶ月、4ヶ月ほったらかしいといてね <laughs>、まあ、あのー、資本、資本ぐ,るぐ,るぐ,るぐるぐる回したね、お金集めたもん勝ちなんだよ、ね。 そしたらまあとりあえずあの3ヶ月か半年ぐらい引っ張ってねある程度個人に手に入れたらとりあえず畳んでねであの要はあのブライシュ専門店でもネットショップでも開けばいいよねうんそうすればねあの公式のショップさんになればねあのいち早くね全てのブライシを見ることができるから幸せになるよ本当どういい計画でしょねまずはあの宝トミさんとね新規契約するための お金をね、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 集めめるために、ねうん、完全無制限でで、ねね、いかか。がでしょうかはいそんなわけでね、えー、今日の検証結果としては元気なおじいは 303ZT は YouTube の視聴制限をくれたまま解除はされていませんでしたというのが、えー、アンサー動画になりますはいそんなわけでおやすみバイバイピョピョー <laughs>